はいどうもこんにちは、ブラザーズキャンプチャンネルの杉です。今日はですね、ハンモックの貼り方を、説明したいと思います。まず、使うハンモックなんですけど、あ、 DJ ハンモックですね、これで。まず大体あのこの木とこの木に貼るんですけど、大体車2個分ぐらいのイメージの木を探してください。ハンモックベルトですね。これを今回使用します。だいたい目線の上ぐらいに、タオルを巻きます。これでだいたい目線の高さに2本貼りましたんで、まずとりあえず片側に大体真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらいに貼ってもらって、これで大体見てもらったら分かるんですけど、この左右の垂れ下がり具合を均等に、で一旦沈んでみます。乗ってみて、でこれやと下ついてしまうんで、また調整しながら。感じですね。まあ、これでだいたいいい感じになりました。で、これはオプションでスリーブついてるんですけど、これスリーブついてるんですけど、これはもう収納するときに楽なやつなんで、これはぜひ買ってほしいですね。こんな感じ でこれで今出てきました。これこのやつついてるんで、これをまず DD ハンモックの場合はここに穴ついてます。こうですね、ここに通してもらって、でここにまた付属でショックコードついてるんで、こっち側止めてもらって、こうですね、まあもや結びでも何でも適当につけてもらって、でここに適当にこの辺ぐらいに引っ張ってもらって、でここでまた過去動画見てもらったら分かるんですけど、自在結びですね。ここで自在結びをしてもらうと、まあ後で調整しやすいかなと。したらここでまた調整できますので。こっちはいい。でこれ今ちょっと完成したので実際に寝てみます。あ、でもいい感じや。こんな感じですね。ああ。で寝るときはこうやってまっすぐ寝るんじゃなくて、ちょっと斜めに寝る方が寝やすいです。次にタープの方貼っていきたいと思います。で使うタープは DD タープの 3.5×3.5。でタープ貼る前にですね、木と木の間にロープを張っていくんですけども、これパラコードだいたい 7-8m ぐらいのやつ使います。こんな感じ。こんな感じですね。でこれって結構見てもらったら分かるんですけど、まあまあそこそこ張れてます。でこの今張ったロープの両端にですね、まあ、今こうやってもうすでに作ってあるんですけども、これぐらいの輪っかでパラコードで作っているやつをプルージックっていうやり方で結んでいきたいと思います。まあ、こうよ。
こんな感じですね。でこのプルージックっていうやつは、ここにカラビナつけるんですけども、こういう方向には強くて、横方向には強くて動かないんですけども、ここもここ持つと自由に位置調整効くっていうやり方です。でここにまあ後でタープ貼るんですけども、それでタープの端っこで調整するようにやります。で今つけれたんで、これをタープ塗っていきます。これで半分ぐらいのところにかけましたんで、これが今ここの真ん中ですね。でここに輪っかあるんで、さっきのフルージックで作ったところを、まあ、引っ掛けます。で反対側もだいたいまっすぐ、こちゃんだいたいいい位置を合わせてもらって、でここで引っ掛けて、引っ張ります。ではもうこれで横の位置は固定されるんで、これ大体ええ感じです。でポール、これポールなんですけど、ちょっとトラブル発生して一本ちょっとなくしました。でまあ、とりあえず1本は生きてるんで、1本これで貼って、でもう1本ちょっとロープで貼りたいと思います。一旦ちょっとこっち貼りましょうか。でこれこっち側はちょっとポール立てたんで、反対側はまた、7-8m ぐらいのパラコードです。一応これの先端がだいたい木たまたまあるんで、でここにまたここデザイン結びでやってもらえたら、ここでまた調整できるんです。あ、いい感じじゃん。ポールなしでも最悪周りに木がいっぱいあればロープでなんとかなるんで、これでハンモックの設営終わります。はい、それでは最後撤収の仕方なんですけども、最初倒してたスリーブですね、まあ、こんな感じで、これですぐ収納できるんで、あと畳み方なんですけど、まあ、一応これ元の袋のサイズもあるんですけど、まあ、僕はもうそのままカラビナも一緒につけてますん で真ん中にこの DD のロゴあるんですけども、だいたいそこめがけて、まあこの袋が入るサイズよりちょっと小さいぐらいのサイズでこうやって持っていきます。でちょうど真ん中ぐらいまで来たら、一旦ここの紐をですねくるっと巻きます。で最後また巻いていって、こんな感じですね。でここもまた巻いてあげたらこんな感じになるんで、最後こんな感じで綺麗に入りますん で最後ショックコードついとったと思うんですけど、これをまあ隙間にこんな感じで入れます。なら綺麗に収まります。以上です。ありがとうございました。